まあ女子分かったよ。大丈夫、記念に取っとかないと死んだ後見れねえぞや、フクロウ。なんでそんな寂しいことばっかり言うの最近。これ透明よ、ほらこれ透明。やっぱりこれじゃダメなんだよ。通りをズボンってやるの。今日は透明だから、そこからの素晴らしいでアセスタ。目があんだから。でもダメなんだよ。お台本については同じなんだ。大栄翔は東前田だと今日の勝ち越しはなりませんでした。寄り倒して大野翔の勝ち。いや、みんな力入んねえんだよ、観客いねえから、はい、やっぱり人の気っていうのは大したもんだぞ、人に見てもらうっていうのは。どんなにバカにしたって人が集まってっか、みんなやる気になってんだから。ファンの大事さとか今回分かってるよ、みんなよーく分かるよ。今回世の中の全てが分かる、いろんなことの大事さが分かんない。今回いろんなことの大事さ、家族の大事さ、仕事の大事さ、自由に外出られる大事さ、いろんなもの突きつけられてんだ今。家族同士の絆までな。野村クリーニング行って喋ってきたんだよ。もう家族仲良くした方がいいですよって。もうそういう風な今ね、問いかけられてんですよって神様に。お金に身を売った人はみんなやられますから今回。大野翔は今場所白鵬から金星もありますので、勝ち越していけば3勝という夢も広がっていきます。あ、この案件言うとこだな、大野翔だな。え、一応今のあの若あんちゃんでしょ、あの着物着てた。うん、あ、と思ってた人は今まだまだ若い子でしょあれ。あ、強くなれば人気出るよ、かっこいいから。いや、水戸龍なんか出てくれって嬉しいもんね、やっぱり。あの、あれ